こんにちは、ハッピーチャンネルです。ジャンプフェスタ2024に行ってきました。行ってきました。ありがたいことに2日間参加することができました。いやー嬉しかったです。ありがとうございます。今年のジャンフェスの率直な感想なんですけど、去年よりさらに楽しかった。今年もやっぱりね、あの整理券配布とか、あの抽選とかいろいろあったんですが、去年よりこう後から入場する人も楽しめるように、こう運営様が工夫してくださってたなっていう印象が受けました。あ、そうですね。そういったものが改善されていたり、本当に運営様の努力を感じました。毎年ジャンフェス行くにあたって一番大切にしてることって、事前の下調べ、これが一番大事だと思っていて大事ですね。どのブースで何がもらえるか、自分はどのブースに一番行きたいのか、それをやっぱり事前に把握して、ある程度のね、この地図を頭に入れておくことってめちゃめちゃ大切だと思います。そうですね、優先順位をねしっかりつけてるってことですよね。私たちがジャンフェスに行って一番楽しみにしているのは、やっぱりジャンフェスでしかもらえない配布物をもらうこと。今回も欲しかったものたくさんもらってきたので、こちらをどんどん紹介していきます。まずは私たちが一番いつも楽しみにしているジャンプロードでもらってきた配布物を紹介していきます。こちらではフォトスポットがあって、フォトスポットで写真を撮ったりクイズに答えたりすると、こんな感じで配布物がもらえます。まず1枚目、こちら暗号学園のいろはステッカーですね。こちらのステッカーはめくると中から QR コードが出てくるんですけど、そちらの QR コードを読み込むと待ち受け画面ももらえます。そうなんですね、めっちゃすごい、すごい。でこちらが株式会社マジルミエですね。ポストカードです。アニメめっちゃ楽しみ。でこちらがジャンプスクエアの合同ブースで配布していたポストカードです。私今一番このファントムバスターズという作品めちゃめちゃお気に入りです。次こちらキルアーですね。あの今回なんかフレークシールがさ多くて、なんかめっちゃ嬉しいよね、はい、めっちゃ可愛い。でこちらが怪奇空間ゾゾゾゾーンです。こちらのねステッカーはなんかちょっとマット仕様になっててめっちゃ可愛いです。はい、そしてこちらがボルトです。あ、かっこいいですね。いや安定のって感じだよね、はい、かっこいいです。はい、お次がこちらスパイダーマン絆のステッカーです。そして大の大冒険のポストカードを、そして昭和商店のステッカーです。なんかステッカー今回めっちゃ多いよね、はい、ステッカーなんかコスト高そうなのにさ、ポストカードよりそうですね、めっちゃ嬉しい。はい、幼稚園ウォーズです。幼稚園ウォーズのブースもねめっちゃ人気でしたよ。すごかった。はい、マリッチドキシンのブースでもらったステッカーですね。いいね、いいですね、素敵です。はい、そしてこちらヌエの陰陽師のフレークシール、うん、オリジナルステッカーシートか、はい、めっちゃ可愛い、いいですね。そしてこちらが正反対な君と僕のステッカーとなっております。こちらのブースね、1日目に行ったら先生のサインはなかったんだけど、2日目に行ったらさ、はい、先生のサインが書かれてたんですよね。そうなんです。しかももう大行列ですよね。やばかった。もうね常に行列があって、ちょっと2日目のねちょっと写真は撮れなかったんだよ。でも遠目から見たから、はい、見ました。そしてこちらのでかいステッカーが週刊少年ジャンプ4作品合同ブースでもらえたステッカーとなっております。めっちゃ大きいんですよ。すごくないですか。ママ悠々とかぐらばち、ツーオンアイスとアスミかける、もう今ねちょっと大注目の新連載の4作品って感じですね、はい、裏面もねこんな感じになってます。 QR コードを読み込むと試し読みもねできるようになってます。いやー、もうこれだけでさ大満足だよね、はい、そしてまだまだ他にもありますよ。すごいようですね。まずこちらがメガハウスさんのボイスかな。こちらで、X を確かリツイートしたのを見せるともらえるっていうカードだったと思う。もうねもう分かんなくなってくるの。そうなんですよね、いっぱいリツイートしました。はい、でこちらも多分そのヒロアカのさブースで写真撮ったのを X に投稿するともらえるシールかな、はい、これも確か3枚入りだったんだろうな。あ、そうなんですね。確か、はい、こんな感じです。あ、かわいい。いいですね。あのもうだから本当に X もねくまなくチェックしなきゃいけない。そしてこちらはラーメン赤猫のブースでもらったステッカーです。めっちゃかわいい。そしてねラーメンも配ってたんですよ、これ。そうなんです。はい、これ配ってた。そしてねもうこれ配りながら、お兄さんがね
この猫の声は津田健さんがやってますって言いながら配ってて、すごく面白かった。中はね、普通にベビースターのラーメンが入ってました。はい、ですね、嬉しいですね。食べましょう、食べましょう。はい、こちらもフィギュアの写真を撮ってハッシュタグをつけてつぶやくともらえるんですよね、カードを。はい、日向と怪獣8号、こんな感じです。そしてこちらはブシロードのブースだったかな。なんかちょっともうね、いろいろうろ覚えで行き過ぎて、そう、分かんなくなって、ちょっと違うかったらごめんなさい。ブシロードのブースで配ってるカードなんですが、ルビーとチェンソーマン、これはランダムでこんな感じで渡されます。はい、運よく2枚ね、ゲットできました。こちらは姫様拷問の時間ですのブースでもらえたものなんですが、こちらも展示を写真撮ってハッシュタグでつぶやくと、この魔王軍かね、国王軍を選んでカードをもらえるんですよ。このシリアルナンバー入り、この番号全部違うんですよね。こんな感じです。はい、これなんかすごいね、免許証みたいな、すごいしっかりとしたカードですよ。めっちゃいいです。はい、こちらは東方アニメーションでいただいたステッカーセットですね。こんな感じでステッカーがね入ってて、かわいい。あーにゃ、怪獣8号入ってる、すごい、めっちゃいいの。で、ヒロコドクターストーンの、で、呪術廻戦、めっちゃすごい、すごい、ね、こんなにさ入ってタダでもらえるんだよ、はい、やばくない？はい、で、こちらがメガハウスのブースだよね。はい、でこれも多分フォローがリツイートしてもらえるやつ、ランダムで2枚もらえるんですが、ウタ、ロビー、ヤマト、でウタ、なんかねすごい箱押しに、箱押し、ね、なんかすごいキラキラなっててすごいいいですよね。こんな感じになってます。そしてこちらなんですが、ヒロアカのね、タカラトミーのブースで配ってた怪物なんですが、あの1日目さもう並べなくて2日目に行ったんですが、すごかったね、すごかったです。もうここは常になんか大行列って感じでした。朝一からすごかったです。はい、こちらはヒロアカの巨像ブースに並んで写真を撮ったらもらえるステッカーになってます。これやばいね、めっちゃでかい、すごいいい、やばいステッカーで、写真も撮れてステッカーもらえるんですよ。そうなんだよ、最高だよね。そしてこちらが太っ腹すぎないってやつなんだけど、はい、フィギュアの展示ブースに入るとまずこちらのカードがもらえるんですよね。こちらがランダム10種類になっています。まずこちら1枚目エンデバー、すごい、このさ展示に入っただけでもらえるってやばくない？お得すぎるよね。そしてこちらダビーで、その展示に入ってアンケートに答えるとアクリルスタンドがもらえるんですよちょっとおかしくないですか？やばいよね、はい、アクスタ無料で配ってるんだよそしてまず1個目がね、ビッグ、いやすごい、はい、すごいよね、めっちゃ普通にアクスタですよ皆さん、やばくない？でここのブースはもう本当にさ、とにかくずっと行列で、はい、でも並べる場所っていうのもねそもそもないから、一、ね、回ちょっとはけてくださいってやりながら今から列作りますみたいな感じで、なんだろうね、タイミングが合わないとなかなかねちょっと入れなかったりとかありますね、うん、そうそう、大変なのかもしれない。でも運よくね並ぶことができました。で、そしてもう一個はじゃん、はっちゃんが出てくれました。でこちらが全4種類なんだよね。4種類で、あとお茶子と轟くんがあるのかな。はい、そうですね、はい、いやありえないよね、ただですよこれ、意味がわからない、感謝しかないですよね本当ですよ、たくさんこんな感じですね。うわやばい、もうなんかもう最高に満足、はい、お腹いっぱいです、はい、次こちら青の箱のブースでもらえたあのクリアポスターとしおり、はい、こちらもね、ブースもねすごかったですよね、すごかったです。もう常に、あ、こちらのブースではあの配布される時間はもう決まってたんですよ、だからその時間に行って列に並んでっていう感じですね。1日目さすごいやばかったよね、スタッフさんも大変そうでした。いやーやばい、これ千夏先輩最高ですよ、わアニメ楽しみですね、めっちゃ楽しみ、本当に楽しみ、感動する。あ、これは
クロバスのなんかねガシャポンですかね。そうそうそう、ガラポンが無料でできるんですけど、ね、A 賞か B 賞かっていう玉が出てきて、 A 賞2人ともね A 賞が出たんですね。でこれあのランダムでもらえるポストカードです。かわいいクリスマス仕様。これはどこで配ってたっけ、青江くんのねポストカード配ってた。めっちゃいい、これやばくない、このビジュアル最高です。最高。これはジャンプの定期購読画面を見せるともらえるステッカー。これねすごいずっと探してた、どこでもらえるんだろう、探しましたねでこれはブラッククローバー の、 あの担当者さんがね配ってたんだよね。はい、はい、これもね多分確か時間であの配布時間決まってたはず。でこちらこのジャンププラスの特製ステッカー、これもさやばいよね。そしてこちらが怪獣8号のフィギュアのブースで配ってたクリアファイルなんですけど、最初ねこれどこにあるのか分かんなくて、でもねみんな持って歩いてるね。そうなんですよ結構ジャンフェスってあの誰かが持ってるのを見たりしてさ焦るんですよ、あこんなの配ってるの、はい、っていうパターンも結構あるので、あの人が持ってるものを見るのも結構大事かも。そうですねはい、そしてチラシコーナーっていう場所があるんですけど、そこでねゼブラックの配布があったんですよ。でこんな感じで銀袋に入ってるんですけど、こんな感じのクリアファイルになってて、これがワンピースですね。このクリアファイル1日ね、なんか呪術廻戦が配ってたんだよ ね、 そうですね。でなんかすごい銀袋に入っててなんだろうって思ってたんだけど、人さ時間によって配ってる種類が違うかったんですよ。なので1日目9時半が呪術廻戦、はい、で1日目の1時がヒロアカかな、で2日目が9時半が坂本デイズで、最後2日目の1時がワンピース、ワンピースっていう感じだったんですよね。無事にねあの全種類ゲットすることができました。2日目のね1時の回ワンピースの、はい、すごい人で大変でした、押しつぶされる感じ。でもあの途中で本当人が集まりすぎてすごかったらしくて、1回配布中止したらしい、まあ、そうですね、危なくて何かねあったらね。そうですよね、はい、そしてこちらが一番くじのブースで配布していたティッシュ、はい、めっちゃ可愛い、私真っ先にもらいに行きましたこれねすごいねいいよね、はい、ここからさゆっくりとめくってみるペリペリしちゃってください。いきますよ、はい、せーのチュッすごいですねもう最悪ですよ、はい、あのペリペリの気持ちよさ何もなかったそしてあの一番くじのこのブースでは広岡のさ一番くじが先行でやってたんだよね、はい、実は引いてきました。引きました。これも整理券が必要だったんですが、あの整理券取りに行ってやってきました。5回ね引いてきました。結果はクリアファイル2つとあのフィギュアは出なかったんですけど、これで、ね、どれ当たっても最高だよ。でこれアクリルスタンド3個、いやもう開けてるけどね、私下から開けるな、はい、いや本当にやばいよ今回、すごいねめっちゃいいんだよね。でアクリルスタンドもすごい良くて、はい、まず1つ目トドラッグ超いいんですよ。これねアクスタも種類すごいあるんですよね。はい、多分ねアクスタ23種類だけど、もう下手し多分1種類ずつしかないかもしれないね。いやこれはさなんかロットしてもいいかもって思うぐらいのあれかもしれない。アクスタめっちゃ可愛くないですか。これもなんかバンダイのところかな、でブースで配ってたカイロいただきました。まあね今年はね幸い暖かかったんですよね。そうなんですよね、はい、めっちゃ暖かくて良かったですよね。そしてこちらがなんかスパイファミリーのゲームかなのブースで写真を撮るともらえるやつ、なんだろうこれすごい、ノートですか、ね、ノートっぽいよね。テーブルが大変なことになってきました大騒ぎです。いやでもこれ全部そうですよ、わけがわからない。あ、ノートがかわいい。あ、日記帳になるのかな、すごい下めっちゃかわいいですよ。あ、これかわいいですね。これはいい、めっちゃかわいいよ。みっことおいっこにあげましょう。あ、そうですね、はい、他にもいろいろチラシとかさ、こういうあの試し読み漫画とかも配ったりするんだよね。あのこういうの何かの待ち時間で読みながらこういるのがいいかもしれない。いいですね、新しい作品をね知ったりね。そうですね、
いやでも本当このダイヤモンドの鉱材めちゃめちゃおすすめの作品なんで、あのみんな見てみてください。そしてジャンプスーパーステージもいろいろね挑戦して見ることができたんですが、ヒロアカと怪獣8号とあとスーパーステージブルーの青の箱とワールドトリガーを見てきました。で当日に抽選するジャンプスタジオかな、あの週刊少年ジャンプステージ、これが絶対見たかったんですよ。でなんとこれが当たりまして、こちらのねアクリルスタンドセット、これが本当にもちろんステージも見たかったんですけど、ステージに当選して観覧した人全員にこのアクリルスタンドセットがもらえたんですよね。おかしくないですか。いややばい、あのね中野編集長も言ってた、このアクリルスタンドがもうジャンプフェスタで配布してるものの中で一番高いって言ってましたね。はい、それ高いよ、コストめっちゃ高いと思う。やばくないこれ。はい、暗号学園のイロハ、キルアオ、メイの陰陽師、アスミカケル、ママユーユ、カグラバチ、鉄道アイス、やばい、すごい、これやばすぎるマジで。どの作品も好きな作品ばかりなので、もう本当に嬉しかった。もう本棚に飾ります。もう一個は友達のお土産にあげます。でもなんかここで多分運を使い果たしたのか、これ以降のステージとかいろんな抽選全部外れたんだよね。はい、まあでもさ、あのこれだけでも当たって本当に良かった。良かったです。あのね、全部当たろうとするなんておこがましい話ですから。配布物はこんな感じなんですが、グッズはね、推しの子のグッズを購入したり、あのアニメイトブースとか、中外工業のブースとか、あとなんだキャワイのブース愛に行きましたね。でこのグッズはもうショート動画で上げてるのでぜひ見てください。はい、とにかく本当に毎年ねジャンプフェスタ楽しみにしてるので、今年も行けてよかったなって気持ちと、いやそこがね感謝感謝です、はい、いろんなね楽しみ方ができるのが本当ジャンプフェスタのいいとこだと思います。こんな感じでいつも私たちのね大好きな作品や行ったイベントとか、あのゆるーく紹介してますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。